こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。オーストリアとポーランドは夫婦旅でしたが、一人になってポルトガルに来ています。ポルトガルとは言っても大陸から遠く離れたアゾレス諸島です。そのテルセーラ島に世界遺産があります。それではどうぞ。9月12日ポルトガル2日目、昨日は乗り継ぎの都合でリスボンに泊まりました。朝の5時過ぎにタクシーで空港に向かいます。この時間地下鉄は動いていません。7時40分発のテルセーラ行きです。朝日の中出発します。リスボンの定常川に架かるバスコ・ダ・ガマ橋です。大陸を離れて大西洋に飛び出します。海と雲と船以外何もありません。軽食が出ました。嬉しいことです。島影が見えてきました。大西洋に浮かぶアゾレス諸島の一つ、テルセーラ島です。意外と大きな島です。空港は島の北東にあります。島の中心は南のアングラド・エロイズモです。面積は 396.75 平方キロメートルです。東京23区の面積は621平方キロメートルです。ポルトガルとアゾレス諸島の位置関係です。大西洋の真っただ中です。アゾレス諸島は大航海時代にヨーロッパとアメリカを結ぶ航海の要衝として発展しました。宿に迎えを頼んでいました。待ち合わせ場所はここですがいません。これが一番困るんだな。当てにしているので代替の交通手段を思いつきません。とうとう電話することに。英語で電話は大変ですが、そんなこと言ってられません。しばらく待ってきました。迎えに来た宿の息子が言うには、9時10分に待ってて来なかったと。それ飛行機の到着時間です。その息子、こんな狭い島なのにガンガンスピードを出します。無事に宿に着けばいいです。荷物を預けて早速街歩きに出ます。宿の目の前にある教会ですが、港町らしい色使いです。街並みはきれいに区画されています。そしてカラフルです。青のアクセントがきれいな教会です。教会の開設とともに世界遺産マークがあります。世界遺産にアゾレス諸島の港町アングラド・エロイズモとして登録されています。その向かいにはピンクの壁の大邸宅があります。おじさん、壁に色を塗っています。とても綺麗です。町の中心方面に向かいます。博物館になっているサンフランシスコ州内に来ました。その裏手にある階段を上ります。モニュメントのところまで来ました。そこが展望台になっています。アングラド・エロイズモの眺めです。世界遺産になっている港町としては、私の記憶では一番美しい。町の中心、大聖堂をアップにします。サンフェリペ要塞方面です。南東方面です。階段を降りてくると町一番の公園に出ます。その先に黄色のアクセントが美しい教会があります。その教会から街中を西に歩きます。ピンクの衣装をまとった劇場です。表通りに出ました。歩道が白い石でアートになっています。港に向かって坂になっている町です。大聖堂です。次に半島に行ってみましょう。半島は小高い丘になっています。丘の上に何かがあります。あそこまで行ってみましょう。サンフェリペ要塞に入る格好になります。この半島は城壁で囲まれています。半島の山はブラジル山と言います。由来は南米のブラジルとは違うようです。車でも行けますが、遊歩道は登山道のようです。頂上に来ました。そこから見るアングラ・ド・エロイズモの町です。アップにします。にょっきりと突き出た半島です。町の西方面です。登ったのとは逆サイドにおります。うちの猫と同じ色と模様です。半島の南方面です。西方面からぐるりと回って下ります。島影が見えます。サン・ジョルジェ島です。サンフェリペ要塞そのものは軍の施設になっていて入れません。半島の東にあるサン・アントニオ教会に行ってみます。そのサン・アントニオ教会です。そこから見るアングラ・ド・エロイズモです。沖に小さな島が見えます。これで半島を抜けます。町のメインストリートに戻ってきました。港の方に向かいます。港に向かって青色の教会が堂々とそびえます。その広場にバスコ・ダ・ガマの像があります。平均気温は冬で14度、夏で22度の穏やかな亜熱帯気候です。気温だけ見るととても住みやすそうです。上の方に展望台があります。どのみち宿はその方面です。今日はずっと歩き通しです。先ほどの半島とブラジル山が見えます。展望台に来ました。町の方面です。アップにします。いやいや、今日だけでほとんどのところを歩いてしまいました。左手が宿です。随分と大きな部屋にしてくれました。キッチンがついています。ベッドルームが2つもあります。でも窓からの眺望はありません。スーパーに来ました。1ユーロワインがあります。スーパーでたくさん買い込みました。キッチンがあるので美味しい夕食となりました。いかがでしたか？大西洋の真ん中にアゾレス諸島があります。明日は宿を変えますが、アングラ・ド・エロイズムの町、そのまま滞在です。ご視聴ありがとうございました。